やるとなったら誰でもやるっていう感覚でいるので、日本人が、まあ、強い選手がいっぱいいると、はい、具体的に意識しているのは、まあ、今チャンピオンは井上拓磨であり、はい、次世界挑戦するのが中谷潤人なんですが、はい、まあ、どうなんですかね、意識っていうか、まあ、やるとなったら誰でもやるっていう感覚でいるので、まあまあ、もちろん世界チャンピオンいるんでそこの選手たちは意識しますけど、まあ、なんかまずは何ですかね、その、まあ、僕は何のベルトもそうですね持ってないので、まあ、なんかその日本でもいいですし東洋でも他のベルトでもいいので何かにチャレンジしたいなっていうのはありますね、はい、そこからなんかいろいろこういう相手どういう相手っていうのがあると思うので、やっぱまず形として残さないと、やっぱなんかね、外野はめちゃくちゃ、いやそんな強いやつやってないのに挑戦してどうなんだっていうこともあると思うから、ちゃんと、まあ、なんか全員を黙らせることをやっていきたいなとは思いますね、はい、それは2024年の目標として、はい、2024年はそうですね、まあ、今のダメージもそんなないので、もう本当このマインドでずっとあのボクシングをやっていきたいなっていうふうに思ってますね、はい、ありがとうございます。まあ、すぐにダメージないんですぐにでもっていう話ですけど、大体どれぐらいならすぐにできそうな感じの目安的には、とりあえずあの次の2月24でしたっけな、アマプラのやつ聞いたんですけど、やっぱなんかそのボクシングって僕よくあんま知らなかったんですけど、なんかラウンドごとで興行が決まってるらしいですよね、ラウンド数で興行が決まってるって言われたんで、だからそこは難しいって言われました、ね、なんかキックだったらもうねじ込んじゃえってみたいな感じでいけると思うんですけど、やっぱねそこはしっかりとその興行のあれもあるので、まあ、あのそこはすぐできないなっていうのはあるんですけど、まあしっかりとなんだろう、まあ少しだけ休んで、まあしっかりなんだろう、このスパン、前回は4ヶ月空いたんでしたっけですけど、なんかまあもっとその早めにやっていきたいなっていうのはありますね、はい、あとあの今年あの海外での試合の可能性もあるような話を会長が前以前言ってたんですけど、はい、そこについてはどうでしょうか。まあそうですね、まあ本当どこでもやれと言われたらやりますし、まあなんかまだ全然選べる立場でもないと思うので、全然あの誰とやってもというか、どこでやってもあのしっかりと見せれる試合はできると思います、はい、ありがとうございます。ありました。